どうもラブチンです。ロマサガ2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、全クリをしましたら新しいクエストが発生しました。封印の地、ここへ行けっていうことですね。まあ、とりあえずどんな感じなのか行ってみましょうか。全クリはね、まあまあまあ楽勝でした。この裏ステージとなるここが多分難しいと思うんですけども、どうでしょう。あ、で今回、ネタバレ要素が含まれますので、まだ、クリア後のことは知りたくないなっていう方、ここでお戻りください。まあ、基本的に、祈願一択でやってます。まあ、敵によってはカポエラ使うんだけど、おっとここか。以前来た時はただの石碑だったはずだが、行きましょう。狂飛の都、新しいところが来ました。あ、なんかこれボスいるな。はい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 、なんかやばそうなところですけども、敵はいないね。あー、いたいたいた。あ、こいつら、こいつらなら別に、あ、余裕だね余裕のワンパンですね。あ、あー、強いやつもちょっと残ってるのか。問題なし。OK。まあ、とりあえず、どんどん進んでいきまーす。意外と長いっすね。意外と長い。でも敵は弱い。うん、敵はものすごく弱いので、サクサクいけるんですけども、長いね。おそらくここの採用に裏ボスがいるんでしょ。でそいつからなんかすごい、おー危ねえ、装備をもらえたりするんじゃないですか。え、これ何階層だろう。1階層ごとが結構長い。え、マジですごいアイテムが入ってるぞ。ドロップ品すごくいいですね。え、まだいや、結構、あー、結構長そうだけど、もうここでおしまいか。あー、ちょっと待って。え、もう全部集めたはずなんだけど、もう記憶がまだあるっぽいっすね。あれ？ここはメインじゃないね。あ、ここ2つありますね。封印から目覚めし支配者と、英雄たちの残光。多分ここが、英雄たちの残光だ。うん、英雄と戦える場所じゃないですか。おそらく。いや、今日はね、ここやりに来たわけじゃないので、違うとこ行きます。あ、運命の石？初めて見る。なんか初めて見るアイテム、入手しましてね。何？運命の石？何？何？あ、素材でなんか作れるんでしょうね。いや、これかなり重要なアイテムっぽい。到着しました。クイーンだな。あ、でもなんかちょっと形が違うか。こいつ絶対強いな。絶対強えな。一応裏ボスですかね。ドレッドクイーン。強そう。まあ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 、どれぐらい与えれるかですよね。あ、うんうんうん、全然減らせる。あ、ちなみに難易度はノーマルでやってますね。おい、ちょっと待って、やべえ。いや、待って待って待って、主人公やられるとちょっときついんだよね。オッケー。
あ、よかったよかったよかった、それかな。あもう帝国のために破壊せずに倒していいね。うぃー、シクリティカル出た。せっかく優しく殺してやろう。まだやるの？こうなっては手加減もできない。ドレッドクイーンの真の姿、いや待って、ここまでゲージ貯めときゃよかった。いやいや、まあまあいいさいいさいいさ。積もるの？おい、ちょっと待って、むちゃくちゃ減るぞ、むちゃくちゃ減るぞ。これは脳筋作戦ではちょっと難しいのかもしれない。おい、聞く、いやマジで。一応クイックタイム入れときましょうか。いやばらけさせとった方がよかった。ちょっと待って、小賢しい真似を。その実は私には、そんなことするの？何それ、何それ、魔風馬返しみたいな、そんな、マジでそんなことあるの？はいはいはい、よし、あ、よし、デスレインくるの、よかった、耐えれた耐えれた、ナイス。おお、ちょっと待って、うわー、怖い、これはきつかった。マジか、きついって。 OK、 進化後にオーバードライブ入れていく。これでだいぶ削れるんで倒しやすくなる。お、ちょっと待って、間違えた。まあまあもう一発あるから大丈夫、絶対勝つ。これで半分以上削ってた、残り3分の1か。まあ、こっからがきついんだけどね。即死、うおい、即死が本当にきつい。いや、来た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 、やめろ。ああ、あ、でもまあ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 、一人オッケー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 。で、次のターンは危険がないので、まあまあまあ耐えれるでしょう。で、戦術を全員入れれれば勝てるんじゃない？クリティカル出て、よし、オッケー、いけた。新しいアビリティを覚えました、とどめの一撃。これはいいね、とどめ刺すと連携ゲージが20上昇、これむちゃくちゃいいよ。そしてここから、強くてニューゲームが解放で、難易度もベリーハードとロマンシングが追加されました。はい相当難しそうだね。でもってドレッドクイーンとは何度でも戦えるみたいですね。はい、ということで今日は裏ボスと戦いました。結構強かったんですけども、まあ、2回目で勝つことができました。次はここだね、英雄たちの残光、ここをやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。